アユスクラジオ、アユラジお寿司編。今日は10回目ということで実写スペシャルです。スシローに来ました。もぐもぐするっていうだけの番外編です。今ライブの合間で、ライブ終わってまた夜ライブなんですけど、もうお腹ペコペコなので食べに来ました。私から頼んでいきます。普通にお腹空いてるね。なんでお寿司かっていうと、2回前だよね、8回の時かな、うん、にあのアユラジの、 あのメインテーマがね、8回目のお寿司の好きなネタ5、寿司5だったんですよ、うん、でそこで今度気が向いたら行こうねっていう話をして、気が向いちゃったんです。気が向いちゃったので来ました。お寿司、回転寿司をこう合法で行けるなんてありがたい。合法で、合法っていうか、そうね、やっぱ人といないとさ、お寿司あんまり行かない、回転寿司あんまり行かないからさ、こういう機会が与えられるのは嬉しいですね。まあ確かにそうかも。今日は何狙い、何狙い、今日はカニを食べたいなって思ったの。スシローがね、ちょうど明日まで、あ、そう、明日まで、13日まで、今日は12日なんですけどね、この明日までカニを提供してくださるということで食べようと思ったんですけど、うん、ちょっとあれだなって思ってやめます。まあ頼んだの、うん、とりあえず頼んだ。何個ぐらい頼んだ。でも4つまでしか頼んでない。あ、そっか。しかもサイド2つ。え、どうしよう。でも回転寿司って意外とあんまり食べれないんだよね、私。わかる。なんか気合入るけどさ、なんかだんだんさ、ポテトとか食べるとさ、ポテト、お寿司の気持ちなくなっちゃってさ。ポテトとお寿司って合うの？でも合うから合うのか。合わないけど、そのお寿司食べ、あ、お寿司じゃない。最初お寿司の気持ちできて、うん、で、あの、ポテトとかを頼み始めるともう油の味になっちゃうから、口がもうそっから戻れない。それはそうだわ。お、早い。大変お熱くなっておりますので、オーダーカップごとお取りください。来ました。いいね、茶碗蒸し。いいね、茶碗蒸し。茶碗蒸し開かない。開いた。茶碗蒸し映えなに何も白すぎて真っ白の何かが来た。どうしよう、ちょっとゆったり、全然決まんないな。ゆったりで、まあ、とりあえず王道頼んじゃおうかな。寿司ファイブ、もはや私何言ったか覚えてないわ。お、メロンソーダ来たよ。あ、そう、私炭酸がないとね食べれないんですよ、寿司。やばいね。絶対そんな食べ方したことない。いや、すごい言われる。そのドリンクバーとか、この単品でドリンクを提供してくれる回転寿司に行くと絶対頼むんですけど、うん、気持ち悪って言って合わないって。コーラとかメロンソーダが気持ち悪いって言われる。悲しいよ。美味しいの、ちょっと待ってね、今急いで探してるから食べれるもの。急いで探しているよ。すごいね、ちゃんと分岐されんだ。とりあえず4個ホタテ。ホタテが来ました。ホタテ入れてたよな。入れてないっけ。ホタテ第何位かに、いなかったらごめんなさい。私ホタテ頼みます。チョウムシ、チョウムシのパレードみたいな。ちょっと飲んでいいですか。どうぞ。みんな緑緑茶ということで乾杯。いや、うまっ。ふぅ、回転寿司で収録って変な感じするね。ね、そもそも外でさ、収録が慣れてなさすぎて、うん、ね、お店の人の目線がね、うん、ドキドキしちゃう。普段どこが多い、回転寿司。スシローかな。あ、つ
くら寿司、うんうんうん、スシローはなんか常にフェアやってるイメージある。かっぱ寿司は行かないの？かっぱ寿司行ったことないかも。あ、ないんだ、うん、ちょっと2ターン目行きますわ。おうわスパイス？塩じゃないのかな、これ。塩ゲット。塩？塩コショウ？塩じゃないの？塩って何に使う？天ぷら。あなんか美味しそう。到着した商品をお取りください。めっちゃ大きいな。サーモンチタンゴ、じゃじゃーん。私のサーモン、おろしサーモンみたいな。こっちは7サーモン。オニオンサーモン、オニオン、噂のオニオンとサーモン別で食べるというそう、別がいい。何食べよう。ここにあるカニまぜそばもめっちゃ美味しそうなんだよね。それも明日までじゃん。食べたいけどどうしようかなって感じ。食べないともう出会えないよ。私でもカニそんな好きじゃないんだよね。あ、そうなの。まぜそばが美味しそう。クリームソースのまぜそばっていうのが美味しそうだなって。うわー迷う。まあいいや、頼む。なんか、うん、いや真剣に選んじゃう。来る？あ、詰まっとる、めっちゃ詰まっとるオーダーカップごとお取りください。私です。何これ、なんかタイ、なんだっけな、これ、なんかリンさん2個頼んだ。いや、1個。こっちのも後で来ます。とりあえず食べる？食べましょう。スプーン。じゃあこれ一体放置してください。ちなみにネギトロ、かぼちゃ天ぷら、なんかめっちゃ多い。こんな多いと思ってなかった。塩発見。ナイス。ナイスプレイ。取ってほしい。ああ。ありがとう。あ、ごめん。どうぞ。はい。なんかめっちゃ来てる。いただきます。できない。ネギトロもう一個来たけど。ネギトロ私。じゃあ。はい。では、せーの。いただきまーす。お寿司を食べるぞ。うま。うん、うん。ホタテいただきます。と思ったけどわさび入ってないやつ。サーモン美味しすぎる。ライブ後って特にお腹空いてない？うん。ホタテいただきます。うん、うまっ。到着した商品をお取りください。納豆巻き、うん、これは何だっけな、なんか漬けの漬けなんとかです。味付けが好きそうだったから頼んだ。うん、美味しい。何味？ネギの味する。味付けはなんかちょっと甘い。ほう、ちょっとね、矯正をしていると食べるのが遅いんですよ。噂の
オニオンサラダ食べ。え、これ逆にどうやって食べんの、みんな一気にこう見せてわって。そんなさ、一口が大きくないからさ、そもそも食べれないんだよね。そうね、口に入らないもんね。うん、でも私マヨネーズとご飯とか絶対無理って思ったんだけど、うん、このオニオンサーモンなら食べれるんだよ、うん、不思議。私スシロー久々かも、もしかしたら、うん、なんかこんな美味しかったっけ。美味しいよね、安いのにね。こんなにお手軽に来れて早くて美味しいのは日本の宝だそうだね。でも日本のさ、飲食って本当にすごいって思わん？サービスとか？うん、ね、なんか安いのにちゃんと美味しいじゃん、うんうん、ジャンルもいっぱいあるし、食べたいって思ったらさ、なんか探せば食べに行けるじゃん、うん、東京だったら。なんか甘みがある食べ物が割と好きっていう話は前、あ、普通にしてた。そうじゃん、思い浮かんだ？ちょっと思い浮かばなかった。あ、中華丼とか？中華丼のあんかけってさ、ちょっと甘いじゃん。うん、イカサーモンもそうだし、魚も結構甘みが強いの多いじゃない、あの焼き魚かな、うん、ああいうの好きなんだよね、うん、大好きなかぼちゃ。うん、うん、一番うまい泣いちゃうよ、お寿司は。うん、かぼちゃの天ぷらは世界一美味しいって決まってるよね。えー、エビがいいな。かぼちゃが一番、全部の天ぷらで。うん、そうなんだ。あれはなんちゃらフライ系は、フライより天ぷらの方が好き。ん、何が、どういうことふんって言ったね今、うん、何天ぷら好きじゃん。終わった会話が。私はエビ天が好き。うん、ゆらじ2週目頼みます。はい、2週目っていうか、まあ、1個だけ追加で間違って取っちゃったんだ。人の人のやつ取っちゃった、間違えて。同じの。お腹の今どう、好き具合。もう割と満足ね。なんかもう割と、え、じゃあ本当に食べれないんだよ回転寿司。ここでさ、うん、もう一個だけ企画として、何、あのお互いがこれ食べてっていうの一個だけ頼もうじゃあ7、3、4に今頼むね、うん、でもこれ難しいんだよな。まあダメだったら言って、うん、1回頼んだからじゃあ7、3分、兄さんもね。そう、私が今何食べたいか考えて。いや知らんがなうわ、なんだろうな。え、握り系、できれば海苔ない方がいい、噛みやすい。あの私に頼んだやつは、あ、そう、軍艦です。軍艦？ん？何がいいんだろう。ダメなのあったっけ。イカも噛めない。え、何基準で頼んだ？ななさんを、私が好きなやつで食べてなさそうなやつ。あー、むずっ。おすすめしたいやつ、むずっかな。ななさんは多分頼まなそうだからおすすめしようかなっていう。見て、1個落ちてる、スパイスえ、なんだろう。
お取りください。絶対もう軍艦って言って怪しいなって思ったんだ。うん、何がいいかな。ゆうみりんから相原奈々へおすすめの一皿、タラマヨ、どうぞ。どうも。いいよ、奈々さんが好きなやつで。絶対自分じゃ頼まないやつにしようかな。逆に。食べれば何でも大丈夫で。頼んだことも食べようと思ったこともないやつにしちゃった。怖っ。でも多分美味しいんじゃない。美味しい、好き、分かんないよ。多分大丈夫だよ。私これ何で食べればいいの。このまま、どっちでもいいんじゃない。醤油かけてもいいし、そのままでも。うわひどい。タラコも悲しんでるよ。なんで別々にしちゃうの。タラコとマヨネーズが泣いてるよ。それただの米やないかいな。美味しくいただいてます。次は一緒に食べるわ。オッケー。そうか、タラコか。うん、明太子想像してた。普通におにぎりとかでもよくあるタラマヨおにぎりみたいな。お寿司っていうか、まあおかずっぽいよね。ちょっとご飯のお供的なイメージ、うん、お寿司だよね、私のやつって。お魚、お寿司握りだよね。なんだで回転寿司でこういうさスイーツ系食べる。スイーツ、うん、最後にお腹余ってれば食べる。結構てかこれ食べるために開けてるまであるかもしれない。あ、そうなんだ。なんかお寿司食べに行くってよりお寿司プラスアルファのいろんな来ました。そちらね、七寿セレクトお寿司がでるーん。なんだ、エビ、バジル、チーズなんちゃらみたいな。いいじゃん、美味しそう美味しそう美味しそう。普通にしかも尻尾が取れてるっていう。優しいじゃん、優しさが。尻尾めんどくさいよね、うん、エビって。美味しそう、いただきます。七寿セレクト、確かにこれ私自分で絶対頼まないわ、うん、頼まないけどちゃんと美味しそうだからこれはありがたいです。どう？うん、よかった。うん、なんかお寿司っていうよりもなんかドリアとかそっち系に近い。風味だけで言うとエビとマヨとバジルと米だから、うん、なんか洋食に感じる。美味しいです。サイゼリヤとか行きたいわ。15回目アイラジオグラの皆さんどうですか。お寿司食べたくなりましたか。一緒にこの YouTube 見てお寿司屋さんに連れてってください。え、すごい。みんなで一緒にお寿司行こう。というわけで、はい、残りはこの後、うん、もぐもぐします。だいぶ前に蓄えてもりもり食べていきたいと思います。はい、そんなわけで本日のお相手はアイテムスクリーミングの相原奈々とゆみりんでした。それではまた来週。カニって言った、うん、バイバーイ。カニ